コンテンツですから。あーでも緊張してきた。緊張するね。緊張してきた。緊張するもんですね。緊張するなぁ。これこの位置はまずい。何分ですか今。59分ですね。59分ですね。あ、来た。そう。映像が来てる。森保はじめ監督の元チーム発足。それではメンバーの発表に、移らさせていただきたいと思います。まずゴールキーパーから。ゴールキーパー大迫圭介。ミッドフィルダーに移らさせていただきます。遠藤航、相馬勇気、三好浩二、三笘薫、堂安律。久保建英。以上18名です。そしてバックアップメンバー、とりあえず10番良かったです。そうですね、やっぱ想像以上に5分前ぐらいになるとそわそわして緊張しましたし、やっぱり自分の名前が呼ばれた時は本当に心の底から嬉しかったですし、まあ、それと同時に記者会見でも森保さんが言ってた通り、やっぱ、落ちてしまった選手たちの分まで頑張ろうっていう本当に身の引き締まる思いです。そうですね、まあ、結構僕も感情移入して話聞いてたんで、そうだなって少しジーンと来ながら、ここまでやってきた道のりも考えながら待ってたので、まあ、あとは名前呼ばれることを信じて、はい、待ってました。もちろん、はい、それは昨日の夜からドキドキしてましたし、ただね、いつも言ってますけど、この緊張感に折れる立場に入れることが本当に幸せだなと思うので、オリンピックもありますし、これからのワールドカップでもそういう経験ができるように頑張りたいなと思います。本当に体に良くないなって思いましたけど、やっぱりドキドキしましたし、ただ幸せだな、それと同時に幸せな立場にいさせてもらってるなってことと、改めていろんな人たちのおかげでオリンピックに向けて、人々が歩み出していると思うので、本当にいろんな感情が今あります。まあやっぱりある程度、全選手体はもうできていると思うので、体を上げるというよりも、怪我なくしっかり調整したいなというところと、まあ、全てはもうメンタルから来ると思うので、しっかりと頭をリラックスさせながら、締めるところは締めて、本当に心身ともにリラックスした状態で自然体の状態で、試合に挑めたらなと思います。もちろん初戦だと思います。そこでこければ、可能性はゼロじゃないですけど、残り2試合もちろん相手は強いので厳しくなってくるっていうのはもう分かってますし、それはオーバーエイジ3人含めて僕がしっかりその引っ張れる立場になれるように、キャンプから、本当に集中して取り組みたいなと思います。まあ、日本のメディアを見て結構、強豪国だとなんか日本が厳しい的なこと言われてますけど、僕はそうは思ってなくて、ブンデスリーガでやってる選手もいますし、その選手と対戦して全然、相手が勝ってるとは思ったこともないので、その自信を持って、さっき言ったようにそれはメンタルから来るのだと思うんで、僕たちは金メダルを目指すべきグループになると思いますし、しっかりとそこを目標に、本当に簡単なシンプルな言葉でビビらず立ち向かってきたなと思います。いや特にないと思いますね。やっぱり金メダルって僕たちが公言、金メダル取りたいっていうのを言ってる通り、全国に勝たなければいけないと思ってるんで、
それがフランスだろうがスペインだろうが韓国だろうが変わりはないですし、もちろん盛り上がり度とかはね、やっぱ日韓戦があれば面白いでしょうけど、まあ、僕たちは全部の国を倒すつもりで、準備していけたらなと思います。まずは、15歳からですか、オリンピックが東京っていうことが決まってからこういう立場に入れるとは思ってもなかったので、もちろん目標でしたけどこういう立場で入れるとは思ってなかったのですごく幸せだなと思いますし、あとは本当特別なのはこのコロナ禍において、オリンピックっていうアスリートが輝ける場所がを与えてくれた、皆さんに感謝しながら、僕たちは思う存分ピッチ上で、暴れたいなと思います。もちろん金メダルだけです、はい、たくさんその期待をパワーに変えれるように頑張りたいと思います。